隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせやがる。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かった。馬があれば追いつかれない。再起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。仕方ないな。他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。行く。またどこか行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。連弾苦戦してやがる。おとなしくしろ。物資を回収できん。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。あのエンダーテトラからだ。分隊長、あんた本当に死んでも知りませんよ。まとめて相手してる。援護感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。物資を確保できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。おとなしくしてろ。やる。拠点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。俺の敵じゃない。まだ近くにいるはず。あれか。まとめて相手してやる。俺の敵じゃない。補給班が助かった。ヘマするなよ。私も行きます。ヘマするなよ。俺も行きます。まとめて相手して
とめて相手した。相手してよ。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。やる。おとなしくしてろ。やだな。面白いふがしやがった。まとめて相手してペトラ、その子を捕獲するんだ。倒したらダメだよ。そんな無茶言わないでください。ハンジさん、行く。ペトラ、村の方へ釣り出す。手を貸す。倒していいんですよね。援護します。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。悪い。待ってください、ハンジさん。あ、行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。救援要請か。行くぞ。巨人め、邪魔するならそいでやる。リヴァイ兵長、助かりました。まとめて、すぐに物資を回収します。ああ、頼む。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。お前ら、あそこにいるのはオルオか。あいつの頭にはクソでも詰まってんじゃねえだろう。投手じゃないか。
捕獲されに出てきてくれたんだね。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せて。行く。ハンジさんの班にはなりたくないかも。お前ら腹をくくれ。やる。まとめて相手に。無事か、お前ら。